ツルムラサキはツルムラサキ科のツル生一年生総本である。東南アジア原産の野菜で、現在は東南アジアから中国南部に分布する。紫色のものと緑色の品種がある。紫色のものは花が美しく干賞用に栽培される場合も多い。花は淡紅色、果実は紫色で1個の種子を含む。葉と茎を食用にする。味は ほうれん草に煮るが、もろへイや同様、ムチレージという独特のぬめりや粘り気の成分がある。おひたし、ごま和え、しらあえ、野菜炒め、バターソテー、汁物の,の具、卵焼きの具、茶碗蒸しの具、サンドイッチの具、うどんの具、ラーメンの具、パスタの具など、ほうれん草の調理法が応用可能である。中華料理ではキミミナ、センなどと呼んで炒め物にすることが多い。 鶴が紫色のものは炒めると汁が赤くなる場合があるため中国語でエンジサイとも呼ばれる。ベトナム料理ではモントイと呼びスープの具にすることが多い。日本国内では主に沖縄で栽培されジュビンと呼ばれ島野菜の一つと認識されている。おひたしや味噌汁にしたりジューシーの薬味として用いられたりする。栄養価が高くほうれん草よりも優れている。 ビタミン A、ビタミン C、カルシウム、鉄などのビタミンやミネラルを非常に多く含む。日本でも栽培されており、春に種をまけば一年草として収穫できる。鶴紫のスピナコシド類とバセラサポニン類には、小腸でのグルコースの吸収抑制等による血糖値上昇抑制活性が認められた。現在では、食味の良い、主に緑色品種のものが、宮城、福島、 山形、埼玉県を中心に栽培、出荷されている。ありがとうございます。